はい、ということで、あれですよ。なんかね、そう、ちょっとペイペイを、ちょっとね、まだ仕事見つかってないんで、無職なんですけど、はい、ペイペイを見たら、ちょっとだけ残ってたんですよ。ということで、まあ、お酒はね、家に、ちょっとあるということで、ちょっとまあちょっとあんまり電子マネーというものを未だにちょっと信頼してない部分があるんですけどね、ちょっとだけペイペイが残ってるならちょっとね、ちょっと仕事してないなりにもちょっと贅沢をしたいなと思ったんですけど、ということでね、はい、ちょっとファミリーマートに行って買ってきました。残ってるペイペイで買った、ビャンビャン麺ですね。はい。そう、今チンしてきて、はい。でちょっとお酒と一緒にちょっと食べていい感じにしていこうっていう感じですね。はい。ということでちょっと食べてみます。熱々。いただきます。そう、こう平べったい麺でね、うん、見た感じそうチンゲン菜かなとこのひき肉となんか付属でなんかこのフワジャオ花椒、花に山椒の椒って書いてね、そうあれのオイルがついてて、でこれなんやろ、なんかニンニクみたいなのが入ってます。これカシューナッツだ。多分。あ、そっか。これ中華って結構ナッツ類が入ってたり、それこそ食べるラー油スーパーで売ってるやつでも、そうナッツが入ってたりしますから。いただきます。うん、美味しい。あ、まあ僕辛いの苦手なんですけど、そんな僕でも美味しく食べれるぐらいの辛さですね。美味しい。まあ味としては担々麺みたいな感じかな。混ぜそば、うん、なんかそう僕もあんまり異国の料理詳しくないんでね、あれなんですけど、うん。もちもちしてるし、この平べったい麺っていうのかな、だから結構こうやって一本すくって食べても結構食べ応えがあります。美味しい。辛いの苦手ですけど、まあ辛さ耐性でいうと辛ラーメン、あの袋麺ねのやつ一袋食べて汗だくみたいな感じですね、僕は辛さの耐性的に言うと。だそ
辛ラーメンギリ食べれるぐらいの辛さ耐性なんですけど、そんな人間でもこれそれよりは辛くない、ピリ辛。うん、おいしい。そう、あのまあこれファミリーマートのやつなんですけどね、そう、冷凍食品のとこかな、チルドってやつかな。そう、まあ、レンチンの目安は袋に書いてあるんでね、あれですけど、まあ6分7分か、まあワット数にもよるけど、うん、ぐらいですね。うまい。久しぶりに、そう、なんか節約しなきゃいけないんでね、お、そう、入ってくるお金がないもんですから、出ていく一方なんでね、なんか節約の日々なんで、あれなんですけど、久しぶりに派手な味の料理を食べました。美味しいです。美味しい。そう、僕今こんな白い服着てるんで、まあちょっと口拭いたティッシュもね結構真っ赤っかやったんで、食べるときは白い服は避けた方がいいかもしれないですね。めっちゃお酒やこれ。美味しい。いや、ビャンビャン麺って中華なんかな、台湾料理なんかなんかちょっと違うらしいですね、あれね。そう、とはいえ、そう、僕もね、何回かそういうお店行ってご飯食べたことありましたけど、ビャンビャン麺出してるお店ってのは行ったことなくて、まあ、なかなかないでしょうね。そう、だからちょっと前から見てたんですけど気になって、そう、意外とね300円いかへんくらいかな、290何本かな。そう、これね、そう、ファミリーマートで。チンゲンサイめちゃくちゃ好きやから、チンゲンサイとか小松菜か、そうよく実家におるときは野菜炒めとかにも入ってたんで、てか入れてくれみたいな感じで言ったり、もう僕がね、あれしたりしてたんで、美味しいです。うん、まあ、ということですね。はい。まあ、値段もね、そんなに高くなくて、まあ、一食300円手前、290何ぼ。
で、まあレンジでチンしてっていう感じで、この味めちゃくちゃ美味しかったです。ね、完食まで動画を撮ると、なんかもう過去載せた動画結構こうずるずる長い動画ばっかりやったんで、もうここら辺で終わります。皆さんも食べてください。もう残りはお酒飲んで食べつつ、ちょっともうあんまり寝れないんでね、お酒飲んで寝ます。よっしゃ。